世界の皆さん、こんにちは。ヒカリウムです。で、ここはですね、大栗川っていう川のところになります。この大栗川も耳をすますばに登場したところで、シーン的に言うとヒロインのしずくちゃんが歩いていた川のところのモデルになっているのがこの大栗川ですね。下に降りる階段がありますが、まあ行かない方がいいでしょう。で、ここを少し歩いてみたら、あとは駅の方に行く感じですかね。聖蹟桜ヶ丘の、あと途中にお寺があったんで、そのお寺にもちょっと行ってみましょう。なんかいろいろと七福神があるらしいので、まあこうやってアニメの登場人物になったつもりで、アニメに登場した場所を歩くというのもやっぱりいい感じですよね。まあ緊急事態宣言で自粛だって言ってた間にはこういうこともできませんでしたが、なんかカレーの匂いが漂ってきますね。キノコ屋だそうです。観蔵院っていうお寺があって、ここも確か耳をすますまに出てくるのかな。総道宗禅寺ですね。ここは座禅会とか布教なんだ、酒入山門とかがありますね。仁王さんがいます。瑠璃光さん肝臓善人の演技って書いてますね。1225年鎌倉時代、あ、こう神宗御神宗天皇の頃、鎌倉隋赤土豪家臣雄山守太夫によって開闢し、守り本尊は薬師瑠璃光三尊如来の立像で、左右の脇に日光菩薩、月光菩薩であり、作者は行基菩薩の作である。薬師如来は12の大願を発して病気を除き、諸根を具足させて下脱を導くために、古くから信仰が盛んになり十二神将が祀られていると書いてます。見えてますかね。見えてますね。じゃあちょっと散策してみましょうか。ずいぶんご立派な仁王様です。あそこにいるのは布袋さんですかね。
布袋さんがいて、なんだろう、これはちょっと知らない人ですね。大黒様がいます。昭和58年9月吉日、建立東山35世義兄弟と書いてます。観音じゃない、地蔵菩薩がいますね。瑠璃光会館だそうです。瑠璃光殿だそうです。で、町名と書いてるのは誰でしょうか。で、弁天様がいますね。お地蔵様がいっぱいいます。仏教の陸道にちなんだ地蔵があるみたいですね。一番左端に天井がいて、人間がいて、修羅がいて、あと畜生がいて、餓鬼がいて、地獄がいてって感じで、まあとりあえずお賽銭置いておきましょうか。まあこちら側はお墓なので、人の墓を取って捨ててもあまり意味がないということで。これは毘沙門天ですね。七重の塔ぐらいでしょうか。随分と高いです。不動明王だそうですね。不動明王です。あとは恵比寿と福禄寿になるのかな。あともう一人いて、まあ後で全部七福神のあれでも調べましょうか。あ、ここにいるのが恵比寿さんですね。これ一応七福神全部回ったのかな。ああ、総動詞の回ってそう。総動詞の回数と、総動詞の回数道元禅師ですよ。この人が日本における禅師の回数ですよね。まあ昔の中国に行って修行にした時に、一応悟りを開いたとか言って免状をもらって日本に帰国して、日蓮だかにお前はどんな仏法を持ってきたのかとか聞かれて、何も持ち帰りませんでしたとかいうふうに言って、あえて言えば言語微直でしょうかというふうに答えたという逸話がありますよ。言語微直っていうのはどういうことかっていうと、簡単に言っちゃえば目は横についていて鼻は縦についてると、そういう意味です。人間の顔に目が横についていて鼻が縦についているのはある意味当たり前なので、要は完全に当たり前ってそういう意味ですね。ここは座禅会をやるんでしょうかね。座禅会やるんだったら一遍参加したいような気もしますが、
まあ、どっちにしてもご本尊の薬師如来は見えなかったので、で、あとはあれですね、もうすぐ桜川湖の駅に着くので、ここの通りも耳を澄ますばに出てきます。まあ猫を追いかけて走っててきたところですね。ここの近くに霞ヶ関保全緑地っていうのがあって、そこの緑地は入るのでしょうか。とりあえずこの動画は駅のところに着いたら終わりにしたいと思います。向こうにあるファミマが耳を澄ます場の冒頭のところに出てたコンビニのモデルになってる店になりますね。なんかカップルがやってますよ。多分スタンプが押せるんですね、耳を澄ます場の。後でちょっと寄ってみますか。まあ、この辺りでいる人たちのうち何割か聖地巡礼が目的なんでしょうかねっていう感じですよ。向こうの方に行くと九頭龍神社になりますが、九頭龍神社は前に投稿した動画で撮影済みなので今回は行きません。これがあれですね、耳を澄ませばのスタンプですね。
一応スタンプ押しときますかね。なんかちょっと変な具合になってますか。こんな感じでスタンプが押せてます。ということで、あとは桜ヶ丘の駅の方まで行ってこの動画も終わりにしたいと思います。っていうか、あれだな、青春のポストのところまで行って終わりにしますか。ここの建物も聖蹟桜ヶ丘のランドマークっていうか、そういう感じの建物になってますね。前に言いましたが、桜ヶ丘には割合よく来るんですよ。なんだけど、上の通りの方をもっぱら通って下の方は通らないんですよね。聖蹟桜ヶ丘になります。で、京王があってって感じですね。聖蹟桜ヶ丘駅、なんかだいぶ暑くなってきましたね。また今年も酷暑なんでしょうか。まあ熱中症にならないように気をつけてほしいもんですよ、皆さん。これは何の像でしょうか。なんだかよくわからない像があります。名前らしきものは書いてないですね。青春のポストです。これのモデルになっているのが地球屋ですね。耳をすませばに出てきた
で、今回の動画で撮影したところはどこかっていうと、まずこの辺りにバス停があって、ここからぐるっと回ってこうずっと行って、でここまで行って、でコンピュータ神社まで行きました。映ってますか。で今度はここ大栗川映ってますね。で大栗川に入ってずーっと歩いていって、でここの肝臓院に行って、そこからずーっと行ってここまで来たっていう感じですね。ということで聖蹟桜ヶ丘駅、聖蹟桜ヶ丘駅です。じゃあこの辺でこの動画を終わりにしましょう。以上、聖蹟桜ヶ丘から光弓がお送りしました。